はい、こんにちは。こんにちは。お名前を教えてください。安藤桃子です。お仕事は？お仕事は映画監督です。はい、はい、なんと、もう何15年の付き合い。そうです。16の時に会ったから、カズさんに多分、はいね、うん、あの、ね、麻布の猿とかがすごい麻布の猿が麻布猿事件ね。あれが話題になってた時とか。あったね。俺ん家の前にいたもんね、あの猿がね。まあいいや、そんな話は。 そんな長い付き合いでございます。ご近所さんでね。そう。じゃあ映画監督になっちゃったんだけど、うん、何本撮ったんだっけ。1本。だからちょっとまず一つ最初に言わせていただきたいのが、映画監督ってこう自分で言っときながらも、私はやっぱ映画監督っていうには何本も生涯撮り続けなければいけないと思うわけ。そうじゃないと、でもそれのは決めた覚悟で、一回言っちゃったら生涯撮り続ける覚悟を決めたことになったので、まあ映画監督です。なるほど。そう、だって俺だって2本しか撮ってないよ。あ、そっか。そうだよ、ね、イエーイ、5年に1本しか撮らないから。自分でやってるからね、時間がすごいめっちゃ。どうなの、映画を最初撮ってみて、うん、どうだった。1本目、うん、やっぱりまず1個いろいろ考えたの、うん、自分のね、まあ親父が知ってるけど、うん、親父が映画監督やったり、奥田英二さんね、していて、うん、で身近に映画監督という存在がちっちゃい時からいて、どういう仕事かっていうのをこう目の当たりにしてきたので、何か一つ決め事をしない限り、まあそれは覚悟だと思ってたんだけど、こう飛び降りるね、崖っぷちに立って飛び降りる覚悟が持てないやつは飛ぶ権利もないぞみたいな。なるほど。で、それが一つと、あとは 100% じゃなくて絶対 120% 毎日現場でやり切らない限り後悔するなと思ったの。そうそうですね。だから、まあ、当たり前のことなんだけど、処女作なんて多分最初で最後で、まあ、少女っていうぐらいだから、ロストバージンしたらその後はね、もう一回経験を積んだものだから、同じ経験は二度とないと。おっしゃる通り、おっしゃる通り。それが素敵なことだ。だからその素敵なことがちゃんと映画に出せるには毎日 120%。 そうするとなんかきっと今見てももうすでに、あそこをああいうふうにすればよかったなとか、こう撮ればよかったってたくさんやっぱ成長する中で出てくるけども、でもあの時の自分にはあれ以上できなかったって思えるぐらい、その時の自分が頑張ればいいっていうのはあって、それに臨んだわけね。イエス。でもさ、最初にさ映画監督になろうと思ったのはいつの話なの。 18? それは18だな。何が起こった？18歳の時。18。ご存知。一緒にいたじゃんか。いや、言ったわけでしょ。見てる人は分かんないから、ね、説明してくんないけどさ。あの、キリア先輩が関わられた少女、アドレッセントという素敵な奥田瑛二監督第一作がありまして、あの現場で制作とか手伝って、初めて現場の中に入って、美術部、あの、芸大生があの時日比野克彦さんと一緒に美術部をやっていて、で私は美大でその時まだ勉強していて、で夏休みだったから親父が、じゃ あの、まあ画家とかになりたいんだったら映画の現場で芸大生やってるから一緒にやってみろよ、うん、で入った、うん、そのあの現場でなんかこう電撃ショックを受けちゃったんですよ。なるほどね。雷に打たれたような、まあ、なんか恋に落ちたんですね、きっと映画。で俺あの時はスチールのカメラマンとして入ってた、はい、それあれもね、俺ミスターチルゼンのジャケットを蹴ってあそこにいたんだあーなんて言葉を返していいかわからないけれどもまあいいや、それでやってて、まあ実際もんで俺も映画の現場に深く関わったのあれが最初だったのかもしれない、うんうん、そういう意味では似たような経験だよな。あの時なんか映画監督とかどう考えてたの。いや、いずれやろうと思ってたけれども、うんうん、あのまだそこまでの企画はなかったよね。なんとなく漠然と考えてただけでした。なんかあったね、あの現場は。あれはね、勉強になったね。うん、すごいなった、うん、だ、そう。それで、ね、そこで、じゃあそれで映画監督に、うん、
なろうと、はい、なれるかもしれない、はい、いや思わなかった、うん、すごいあの恐怖に苛まれ始めたの、うん、あの現場行く、どういう、まあ、キリアさんがね、どういう恋をされたりね、うん、どういうふうにね、こう感じられるかわからないですけども、うん、私にとって恋をすることって、うん、恋にまあ落ちるっていうぐらいで、うん、ズドーンといきなりこう予定もなかったのに落ちるじゃないですか、うん、そうすると同時に喜びと、その反面すごい自分のコンプレックスとか、うん、自分はこの人に好いてもらえないかもしれないっていう恐怖が一緒にこうのしかかってくる。じゃあそれ映画を撮ろうと思ったら恋に落ちるのと同じようなことって言いたいわけ。そう、それを言いたいわけ。だからあの時に、うん、うわーなんてこんな素晴らしい世界が、こうものづくりの世界が存在したんだ、命がけで大人が走り回ってる、なんだこれはっていう、総合芸術じゃねえかっていう電撃ショックと喜びとともに、あ、私できねえと思っちゃった。ああ、そうなんだ。なるほど。怖いって思って、うん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 、でまあ基本的にマゾなんで、うん、あ、そうなんだ怖い怖い、うん、行きたい、そっちに行きたいってなって、なるほど、そう思ったんだ。それならもう生涯映画監督を目指すしかこの恐怖は乗り越えられないだろうっていう。わかる。じゃあ そこまで行きましたと。じゃあそこからまず最初に何をしたの、うん、映画監督になろうと思って。まず一回、まあ、細かく言えば一回逃げた。で、映画の美術とかでいいかなみたいな感じに思ったけど、うんうん、でもまあ監督をやりたいって。そうだね、いくつか入ってたもんね、現場にね、うん、美術でね、うん、で、まずやったことは、これはみんなに、これも多分逃げだったんだけども、うん、映画の現場に入れよってみんなに言われたのに、うん、なんか学校に行ってみたいみたいなこと言って、うん、で、ニューヨーク大学のなんかこう短期のコースみたいなのがあって、うんうん、でうちの、その私が行ったロンドンの大学の教授に推薦してもらって入ったんだけど、でもやっぱり私にとっては映画やっぱ学ぶものではなかったみたいで、あんまり合わなくて、それでやっと覚悟が決まって、あの助監督という仕事をやっと現場の中で学んでいこうと思って。何、最初サード、もっと下、もっと下で始まって、でそれで入ってやっていたと、はい、で何、それで具体的に映画監督になるっていうステップとしては何をやったの。それで現場を続けていたら、まあ、なんか何事も運命ってあると思うんですけど、うん、がむしゃらにやりすぎちゃって、うん、4年間やってたんですけど、うん、で常に私を呼んでくれるチーフがいて、うん、川口さんってトロッコって映画監督もされた方で、うん、で川口さんが4年目ぐらいに入って、お前さ、あの助監督としてはめっちゃできるやつになったけど、お前このままじゃ監督一緒になれないぞ、うんうん、で俺はもうあの10年以上やってて監督してないもん、うん、プロフェッショナルな助監督になりたいなら続ければいいけど、映画監督やりたいなったらお前みたいなやつは今飛ばないとタイミング逃すからやめろって言われて、うん、ちょっと待って、その時にはポジションどこ。こちらサード。サードまで来て、うん、素晴らしいカチンコーチ。今度切り上げ読んで。オッケー、よろしく。それで、うん、あの川口さんのおかげでだと本当思ってるんだけど、うん、ほら結構負けず嫌いじゃない、うん、でみんな男だらけで助監督でね揉まれることがなんか諦めちゃいけないみたいな、辞めれなくなっちゃってて、それでその時に彼が今辞めて。でちょっと冷静に考え、自分のやりたいことを考えた方がいいって、ありがたいね、うん、すごいありがたくて、もうそうだよね、セカンドファーストになってきちゃったらもうやめれないもんな、うん、プロフェッショナルとできちゃう、でもそこを目指したわけではなかったから、うん、そしたらその空白の期間に自分が何やりたいのか気づいたら分からなくなっちゃって、なるほど、はいはいはい、でこんなにもこう、うん、何もアイディアが降りてこない自分っていうのが初めてで、いつもなんか楽しく、あれやりたい、これやりたいっていうのがあったのに、で、これやばいなと思って。ちょっと待って、なんで降りてこないんだと思う、うん、なんで降りてこなかったんだと思う、その時。なんだろうね、多分自分に嘘ついてたからと思う、4年間もの間、うん、なるほど、うん、自分に嘘をついて逃げてた、逃げていたから最初は良かったけど降りてこなくなっちゃった、うん、で自分の中とちゃんと向き合ってなかった、うん、本当は一番勇気を持ってやんなきゃいけないことをやらなかった自分がいて、それを背中を押してくれた川口さんがいたから、うん、本当それがなかったらきっとこういうふうに今
自分の作りたいものを作れてないと思うんですけど、うん、OK、じゃあそこで一回距離を置きましたと現場から、はい、でそれで何をしようと思ったらアイデアが出てこない、うん、でどうしたの。またもやありがたきことが起きて、あの、ね、前にそれいつだったか忘れたんですけど、あのカナダのモントリオール映画祭に親父の通訳でロンドンにいる時ついてたことがあったの。ちょうど近いっていうか、あのヨーロッパからモントリオールから全部ついてって、その時に出会ったプロデューサーの方が私のことを覚えていて、で彼女の手に企画があって、それがあの初監督したあのかけらっていう、あ、で自分の脚本じゃないんだあれ。もともと原作がある、桜沢絵里香さんのラブバイブスっていう短編の、漫画がコミックがあって、でそれを、原作に初監督で女性の監督を探すっていう企画を彼女が持ってて、で、あ、そういえばモントリオールで奥大臣の娘のアンドモノがあったなって、あ、なんか結構話して面白かったから彼女どうしてんだろうって言って連絡、ちょうどその時に来て、すごいね、なんか怒ってきちゃったね。そう、おっってで、まあ、あの一回、最初は実はオリジナルでやりたいと思ってたんだけど、でも読んでみたらすごいなんか共感するところがたくさんあって、原作にで桜沢先生に、もう私は一本目最初撮るんだったらむちゃくちゃ脚本で変えたい、その自分のやりたいことを盛り込んで原作通りにしなくて良いのだ、良いですか、それがなかったら私はできないと思って、で言ったら、その桜沢さんもすごいいい方で、あ、いいよいいよもうなんかどうせ映画にするんだったら好きにしちゃってぐらいの、気にしないみたいな、って思ったんだけど、それをなって変えたわけだ。そう、で、それで、でそのまあ心は なんでその原作ありきでもこれをやろうと思ったかっていうのは、もちろんその共感するところが太いパイプであったんだけど、普遍的なテーマがそこにあると思ったからなんだけど、なんか自分の性格上、これちょっとなんかこういうので言っていいかわかんないですけど、おえーっとゲロッパしたら単にお物が広がるだけじゃないですか。でも初監督ってそれやりかねないと思って、で私その時25、6で、なんか自分のことを見つめたら多分自爆するなと思ったの。その自分の好きなようにだけ やってったら自爆するタイプだと思って、はいはい、考えるね。で、一番いいのはすげえ広い牧場で、自分が柵も見えないぐらい広い牧場で安全にもうバカ騒ぎできるっていう、好きに泳ぎ回れるっていう環境はベストじゃないかなと思って。考えますね。考えた。それで、ちっちゃいので考えた。一生懸命。それをやったわけだ。